始末すれば、そいつらも会うというものよ。平田屋敷、存外にたやすかったな。フクロウの手引きもなかなかのものではないか。おりゃつかねえな。あのじじいはどうにもうさんくせえや。だあれは下道、上下道だぜ、正成さんよ。まあ我慢しろ。いかに企もうと、所詮は田舎のはぐれ忍び、何ができることもあるまい。で、俺は銭と酒さえ都合してもらえりゃ文句はねえぞ。
汚れに破れるか。存外に心地よいものだ。
だが、善も出るのに命は晴れぬでの。さて、どうやって逃げたものか。らしくもねえことをしちまったぜ。何があった？ネズミどもがよ、小せえガキまで切ろうとしやがって。ついなガキを助けてこのざまだ。黒笠のムジナ様も焼きが回ったかね。おめえにゃ目を知れとんな。俺の釜根を手に合わされ渡すのが面倒で。
この先ナイフ型の本陣が、あれを落とせばまだ足縄が、
どうした？マリリアスだ。ナイフ型の奴ら。ああまで話が通じねえと。全部品物、全部持っていきやがって。けど、小太郎が追い返してくれたんです。なあ、相棒。小太郎のやつ、逃げちまったな。ああ、よく寝ている。そんな顔、しないでください。何も、旦那が落ち込むことはないでしょう。そうだ、旦那。旦那のために、一ついい品を取っておきやした。最後の品でさ、よかったら、買っていきやせんか。隠してやしたって、ちょっと見ようかもしれやせん。ご勘弁を。構わん。さて、これにて売り切れ、店じまい。けどね、すっからかんじゃござんせん。この一銭がありません。あっしはこの一銭を元手に一山当てやせ。旦那、そん時はまた買いに。
炎が暴れ狂ってひどく泣いてやがるんだ。
たが生き残ったのかい。なんとなくはわかってるんだろう。あの片腕の鬼が元は何者だったのか。ああ。だったら、しょげっかえるじゃないよ。ずっと仏を掘り続けてなお、怨嗟の炎に焼かれ、鬼となり苦しむは、あやつの自業、因果なのさ。あんたはそれを終わらせた。送ったんだよ、あやつも。きっと感謝しているさね。あんた、覚えておきな。怨嗟はもう、積もる先を失った。戦が続けば、世はもっとひどいことになるだろう。だからって、あんたが代わりになることはないんだよ。さあ、もうお雪。あんたには、あんたのお役目が、なすべきことがあるんだろう。